消防署は、消防を専門に行う、消防機関、あるいはその建築物。加古川市東消防署播磨文書とレリーフ、豊田市安家消防署消防車左から、はしご車と小型タンク車など日本の地図記号日本の消防の、消防署は、消防を専門に行う、消防機関、あるいはその建築物。上位に、消防本部がある。 消防本部を有する市町村にあって、本部に併設あるいは、当該自治体内に何か所かに設置され、出動に備えている。文書や出張所駐在所などを持つ、消防署もある。小規模消防本部では、消防署を設置しないところもある。地方自治体などによってその名称及び組織は、異なる。また消防庁長官が、長官命令を発した場合は、 全国の消防局が、当該現場まで、日本国内のすべての災害現場まで部隊を派遣、可能である。すべての部隊が複数あり、交代勤務でいつ起きるかわからない任務に従事する。各文書に配置された、個別の部隊は、小隊で、消防、救急の各部門が、中隊、文書も含めた、消防署全体は、大体、消防本部まで行動する場合は、 連帯になる。消火活動火災の沈下、危険物、化学、薬品などの爆発の沈下などである。ポンプ隊が配置され担当する。救急搬送救急隊2個体または3個体が配備される。救助活動予防行政危険物保安庁舎消防車、救急車アメリカでは、市町村単位の消防局、または消防区が、消防事務を実施している。 消防機関の実施任務は、消火活動、救急搬送、救助活動、災害対応、予防行政、危険物保安などである。林野火災の場合は、州当局も消火活動に加わる。イギリスでは、県や大都市消防組合の設置する消防本部、それ以外の地域では一部事務組合等が消防事務を実施している。消防機関の実施任務は、 消火活動、救助活動、災害対応、予防行政、危険物保安などである。なお、イギリスでは、救急搬送は、国民健康サービスの業務となっている。ベルギーでは、市町村単位で設置されている、消防局が、消防事務を実施している。消防機関の実施任務は、消火活動、救急搬送、救助活動、災害対応、予防行政、 危険物保安などである。フランスでは、県消防局が消防事務を実施している。消防機関の実施任務は、消火活動、救助活動、災害対応、予防行政、危険物保安などである。ありがとうございます。